麻雀用語を一文字変えてなんか惜しい感じにしてください。数民工短期ただのちょいちょい短期ですね。全部民工なんで全部泣いてますね。惜しいな。あんこやったらな、役満やねんけどな。ちょいちょいのび2000円。安っ。麻雀用語を一文字変えてなんか惜しい感じにしてください。純ちゃん。純ちゃんでね、あとキューピンが来たら純ちゃんイーペイコーの手の時に来るローピンのやつ。純ちゃんってその純なんや、ね、純じる方なのね。お前名前あったんやって惜しいな。でもキリコのローピン切っちゃう。切ってリーチかな。ブチ切れながら麻雀用語を一文字変えてなんか惜しい感じにしてください。7対6。惜しいな。あとちょっとで7対7やったんですけどね。これ野球のスコアじゃん。僅差で負けましたね。愉快なゲーム終了です。7対6。惜しかったなーっていう。麻雀用語を一文字変えてなんか惜しい感じにしてください。ヘイヘイホー。予策ってどんな役やねんこれ、ほんま。とことん平和なんでしょうね。トイトイホーは恋のところを変えることでヘイヘイホーってなるほど。一文字変えることで実質二文字変えてるから。これ技ありですね。麻雀用語を一文字変えてなんか惜しい感じにしてください。二発。惜しいな。一巡待ったらね、いいファンになるんだけどね、一発でね。リーチのかけどきミスったかって思うよね。いや惜しいね。二発もね、いい配役にしてほしい。一発でアハンにしてもいいから。旅先で立ち寄った雀荘の驚きのローカルルールとは。ゴマ。柵の形がかっこよさそうだよね。まずペンタゴンマーガンね。トンナンシャーペイトン。そうだ、その場合やっぱ全部 OK か全部なし無風か。あ、そうだ、無風になるかな。無風かっこよくない？無属性かっこよくない？ちょっと中二病しちゃった。ゴマは無風になるかもしれないね。ゴミ病は。あ、絶対これ勝てないわ。何があった？対局相手の名前がよもひろときこ。全部こうつってるやん。大数詞食らうでこれ。大数詞かつ数暗号短期みたいな。多分数位相も変えるからトリプル役満上がられるよこれ。演技良すぎ。親何を思った。妹あんこさんじゃないかな。あきこさんもあるんじゃない。かんこさんとかもいるかもしれないですね。あ、絶対これ勝てないわ。何があった？コンタクト落としてマンズが全部同じものに見える。あ、ぼやけちゃって、ぼやけちゃって何も見えない。いや、もうマンズ全部してる。マンズはもうあったら間違えちゃうから、ピンズとソーズだけで戦うしかない。ローするときわからんくなっちゃうから。あ、絶対これ勝てないわ。何があった？原活ぎにカツ丼食べに行ったら本日カツ売り切れ。売るりかい。しかも辛いからねこれ。 VPL の第1期第1節で気合い入れていこうと思って、原活ぎにカツ食べに行こうと思ってカツ丼食べに行ったら、その日だけカツ丼屋の本日カツ売り切れって書いてあったからね。え、その日勝ったんすか結局？その日はバリバリに勝ってます。勝てるやないか。あ、絶対これ勝てないわ。何があった？対面に取引先の社長がいた。いや、これはね、勝っちゃダメ。あ、マジで勝ったことあるわ。勝ったことあるんかい。社長が下茶にいたんだけど、追っかけリーチして、はい、リーチ一発タイムチートイドラドラウラウラバイバンです、マクリーツ。そんたく知らない有楽天ゴス。本気のやつやってるやん。煽り性能高すぎるやん。あ、絶対これ勝てないわ。何があった？対局相手が元カノと今カノと元嫁。意味はなく。なんでおる。なんでその3人おる。リーグ戦とかの決勝戦でしょう。なんで決勝に全員残ってるねん。気まずすぎるやろ。どこからもろんできない。あ、絶対これ勝てないわ。何があった？サイドテーブルのホットミルクをふと見るとラテアートのようにフーンという文字が浮かんでいた。メンバーの嫌がらせ広いね。うわーってなんかグニャーングニャーンってなってフーンってなった。それは勝てへんで。あ、絶対これ勝てないわ。何があった？緊張しすぎてリーチ以外の発声がわからなくなった。さすがにね、リーチまで言えたとしてもツモもロンも言えへんかったら勝たれへんから。そうだね、もう展望払うだけ。緊張しいだね。あ、絶対これ勝てないわ。何があった？対面の谷間がめっちゃ見える。負けました。これはね、集中できへんから。身に覚えがある。あるんかい。これね、下茶の時もやばいの。胸元緩めのシャツとか上着着た時に右手で積もってくじゃないですか。僕の右下見ると完全に谷間覗けるんですよ。もうダメですね、絶対集中できないですね。まあ、ある意味勝ってるよね。勝ってる。いや、もう勝ちよ。あれは勝ち。麻雀牌が突然喋り出した。どんな会話？私が当たる確率は 78%。 教えてくれんだ。ただ相手にも聞こえてる。全員聞こえてるからねこれ。リーチ中だったらマジムカつかないこれ。 78% よ、パチンロン、喋んなかすがってなりそう。 78% まあまあやし、最後の一本みたいな感じ。麻雀牌が突然喋り出した。どんな会話？下茶に積もぎられた赤ウーピン。ウーピンチーしなくても僕入ってたよ。切れそう。煽って
くんじゃねえよ。めちゃくちゃ煽られてる。捨て灰から喋りかけてくんのこれ。いや入ってたのになんでチーするんすかみたいな。切った下茶じゃなくて切った下茶の灰から言われてるからね。全員からバカにされてる。麻雀灰が突然喋り出した。どんな会話？知ってます？川の中って冷たいんですよ。毎回こう切ってね、我々放り込んでいってるけど。そうなんだね。お前ら平気な顔して放り込んでるけど。冷えてるんや、あそこね、やっぱりね。川の中やから。確かにな。でもなんか、ハッとさせられるよね。麻雀牌が突然喋り出した。どんな会話？チュンビームって言いながら捨てるのやめてもらっていいですか？毎回リアクションせなあかんと、こっちの目にもなってよ。タクバリアハツを人造人間って言ったりしません？言う？チュンビーム食らうじゃないですか。僕のライフポイントが1削れるわけですよ。でハツを切ると人造人間つってライフが1ポイント回復する。聞いたことないわ。今度使ってみよう。今度使って誰にも受けへんかったら嘘言うのやめてもらっていいですかって言うから。麻雀牌が突然喋り出した。どんな会話？どうもあの時切られた牌です。どうもあの時切られた牌の関連牌です。うるせえ。顔わかるもんな、この、どうもあの時切られた牌の関連牌です。リャンピン切った後、リャンピン引いて3ピン引く感じでしょ。顔めっちゃうざいもんな、これ。今度からちょっと切るときこれ思い出しそうやもんな。麻雀牌が突然喋り出した。どんな会話？ドラ切ったら、ファイナルアンサーとつぶやく。遅えよ。切る前に聞いてほしいよね。多分これためろんなんだよ。ファイナルアンサーって言って。はい。ラン先に言えよ。麻雀牌が突然喋り出した。どんな会話？この前めっちゃ嬉しそうな顔して僕のこと見てたのに、今日なんであんな嫌な顔されたんや。なるほどね。やっぱりタイミングってあるからね。タイミングあるよね。あのドラとかカンチャンで引いて嬉しい時と50牌になっちゃう時とかあるからね。ちょっと心を揺さぶられてんのやろな。君は悪くないって言ってあげたい、この子に。相手都合に生きるのって良くないですね。自分都合に生きていかないと。なかった？いやないない。麻雀牌が突然喋り出した。どんな会話？俺またパイ山の下なんだけど。ピラミッドの下みたいな感じ。運動場の砂のところで膝足痛い人みたいな感じで。いやこいつ運悪な。この牌麻雀向いてない、ね、麻雀から足洗った方がいい。麻雀牌なのに。旅先で立ち寄った雀荘の驚きのローカルルールとは。ダマテンが入っている人は右手を高く上げなければいけない。ダマテンの意味宣言するからそれ。ダマーってこう右手を高く上げる。積もる時もその高く上げた右手から下ろして積もっていくんでしょ。だいぶ無駄な動作入ってるよそれ。リーチセー。旅先で立ち寄った雀荘の驚きのローカルルールとは。発声優先の解釈が声の大きさ。めちゃくちゃ腹から声出てるやつが強いな。あそこの宅楽しそうだなってなりそうやね。下手したらローンより地位が優先になることある。ローン打った人かわいそうやな。だいぶ旅先で立ち寄った雀荘の驚きのローカルルールとは。ペイを4巡目に切る。持ってない時はそのまま。遊戯王のカードの説明。遊戯王ある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 。持ってない時はそのまま。たぶんこれペイ4巡ってことですかね。絶対ペイ4巡するんだから。旅先で立ち寄った雀荘の驚きのローカルルールとは。生ハゲがいる間は風呂禁止。泣く子はいねえだ。泣ける。ご当地麻雀ですね。なんかご当地麻雀他にも作れそうやな。キリタンポリーチって知ってます？キリタンポリーチ。6巡目でリーチかけるとほらキリタンポみたいに見えるね。あーなんか刺さってるってこと？キリタンポリーチって僕言うだけ言うんですけど効果は何も思いつかないです。いや何も起こらんのかい。